皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらうように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんタイトル通りなんですけどもね、新しいがんのね治療法がね、日本でね認証されました。がんのね治療法がね増えましたね。もう素晴らしい、めっちゃ嬉しいですわ、ほんまに。でその方法というのはですね、もうタイトルにもあります通りなんですけどもね、光免疫療法というものなんですよ。光に反応する化学物質と組み合わせたがんのお薬を患者さんに投与して、投与してから光を当ててがん細胞を攻撃するという新たな治療法なんですけども、先週ね、先々週か、世界で初めて、ね、認証されました。アメリカの、ね、国立衛生研究所に、ね、所属する日本人の研究員さんがですね、がんを狙い撃ちする、ね、抗体を、ね、作ったその薬にですね、その光に反応する化学物質を組み合わせたがんの治療法っていうのを、ね、開発して、その先々週に世界で初めてね、その他の治療がその難しいとされている頭頸部がんっていうね、頭のこの部分のね、頭と頭と、頸やから首ですね、この頭頸部がんの治療薬として日本国内で、認証されたんですよ。頭頸部がんというのはですね、その頭から首まで、先ほど言いましたけども、頭から首までに発症するがんのことです。そしてそのね、光にね反応する化学物質とその組み合わせたがんの薬はね、患者さんに点滴で、投与されて、体の外から、近赤外線のレーザー光をバーって当てることによって活性化されて、がん細胞が破壊されるっていう仕組みで、光免疫療法と呼ばれています。これまでね、その臨床試験ではですね、顔や首のね周辺にできるその再発性のね頭頸部がんのね4割がですね、がん細胞が縮小したりとか消失したりするという効果がね確認されています。そしてね、そのね現時点ではですね、他の化学療法とね組み合わせてもね可能となるであろうとね考えられているようです。でこの薬っていうのは今後ね、医療保険をね適用する手続きがね進められていますけどもね、この早期にね認証されたことからですね、販売された後もですね、安全性や有効性についてね検証が進められています。まあ、今後ね、その保険適用で、ね、必要な治療のね公定価格っていうのがね決まる見通しでね、まあ、早ければ 2,3 ヶ月後にはね医療現場でね使用できるようになるということなんですよ。まあでも早くてね 2,3 ヶ月後というのもですね、もっと早くならんのかいなってね思ってしまいましたけども、まあ、初めてのことなのでね、まあ慎重になるところがね日本らしいのでね、まあしゃあないところなんですけどもね。でほんでそんなね光免疫療法なんですけども、先ほども簡単にお話ししました通りなんですけどもね、その光に反応する化学物質と組み合わせたがんの薬っていうのを患者さんに投与してから点滴で投与してから光を当ててがん細胞を攻撃するというね、治療法なんです。その光というのは近赤外線を使います。近赤外線をね、その損傷をね与えることなく生体組織内部に到達することが可能な光のようです。特定の薬剤に抗体薬剤を結合させて近赤外線を照射することで、その細胞膜を破壊して、破壊後すべての、ね、抗体がですね免疫系に露出することでですね、生体内でねがん細胞の死滅だけにとどまらず、この破壊されたがん細胞の残骸に含まれるがんの、ね、特異的抗原に免疫反応を起こすためにですね、照射した箇所以外のがん細胞や、あと転移した先のがん細胞にさえも効果を及ぼす可能性があります。まあ、現在ではですね、日米ともにね、その再発頭頸部がんの、まあ、その鼻や口や喉、耳、顎などですけども、今後はね、その肺がんとか大腸がんとか乳がんとか膵臓がんで、ね、前立腺がんに適用することがね検討されています。まあ、でもここまで来たらね、むしろ全身ですよね。
もう全身にね使えるようになる日もね近いそうですよ、ほんまに。ほんでね、このね光免疫療法を調べてみたらねすごいんですよ。まあそのね光に反応する特殊なね化学物質の入ったお薬をね投与してね、がん細胞まで回ったらね、まあ、ここにねこの近赤外線を照射すると、この複合体が発熱変形してがん細胞に、微細な傷がつくことでがん細胞がバッとこう破壊するようなんですよ。まあ確かにそのがん細胞はね熱に弱いと聞きますので、まあその作用を利用してるんでしょうけども、そのピンポイントにねがん細胞だけに効果が得られるこの特殊な化学物質がねほんまにすごいですよね。もうほんまにこうプシュッとこう、あこうじゃない、こうやな、勝者やから、ほんまに狙い撃ちですよね、ほんまにね。ほんで、なんでそんなね、ことができるかと言いますとですね、その特殊な薬っていうのは、がん細胞と結合するようにできてあるらしいんですよね。それはね、そのがん細胞の表面にある特有のその抗原のみに、特異的にね、結合する抗体であるね、免疫グロブリンというタンパク質と、その抗体とね、こう、対になっているね、フタロシアニンと呼ばれるね、色素がね、ポイントとなっているようなんですよ。まあ、対になっているんですよ、こう、バーっとね。で、その結合したポイントっていうのがですね、近赤外線を受けるとですね、光エネルギーを吸収して化学変化を起こして発熱することでがん細胞にダメージを当てることができます。だからね、転移したがん細胞までにもですね薬が届いてたらね、光を当てることでね効果が得られるようなんです。でもこれね、白血病でもやってくれたらいいんですけどね。っていうか、その細胞がねがんになるメカニズムとしてね、その細胞の遺伝子に傷がついてがんになると言われてますけど、理論からすると血液細胞ががんになるっていうことも、血液細胞の中の遺伝子が傷をついたことによって白血病になるということになりますので、もしこれらが同じがんとして分類されるのであればですね、白血病の治療にもね、あの抗がん剤の代わりに全身に向けてね、その光免疫療法が使われてもいいんちゃうかなと思ってしまうんですけどもね。まあでもそれができない理由がちゃんとあるから、その白血病にはね全身放射線照射というものが行われるんでしょうけども、まあ、僕もねもっと勉強すればね、その辺の理屈もね理解できるんでしょうけども、まあそれがね理解できるのであればね、僕はね医療機関で当てられてると思います。まあそんな感じでね、今回もねなかなか難しい話になってしまいましたけども、この光免疫療法という治療法が癌へのね治療にも使われるようになったというお話でございました。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。